つやろ、女子高生やろ、うん、10人ぐらいおるやろ、うん、なあ、まーちゃん、まだ ここにコーヒー入れんのやろ、うん、ああ待ってられへんから出てきたよね、うん、そんな人気なんこれ、他のフラッペとかいろいろあるやん、え、学生は、うん、スイカフラッペとか抹茶フラッペとかそうなん、いろいろあるやん、あ、そう、うん、シューさんもそんなん食べんの、スイカフラッペ、お金ある時はね、あれ400円ぐらいするやんって女子高生の方が金持ちかいな、そんなもんや、悲しいな、いや悲しい、でもコーヒーは好きなんやろ、コーヒーが好きで飲んでんやろ、うん、まあええやん別に、いちごフラッペやらスイカフラッペやら、いろいろ食べた方がおいしいやん、まあまあな、だからな、甘すぎひんの、そんなそれは大丈夫な、甘い雨の好きやもん、うん、あの夏限定やん、まあまあ夏な、そういうのはな、うん、ほんなら今出始めたとこやな、そうやね、冷やし中華始めましたみたいな、台風でもさ、あれか、うん、台風でもなさ、ちょっと待って、台風でもさ、でも、うん、みぞれあんまりまだ置いてないのよ、あ、そう、みぞれ、うん、かき氷、わかるわかるわかる、みぞれはまだいけるわ、なんか、あ、スイカも俺好きかもしれんな、あったら美味しいよ、そうやろな、なんか400円ぐらい好きだ、うん、あるからな、あれか、なんか書いてたよ、俺いちご、いちごゴロゴロ果肉ジューシー、あー、あれか、抹茶とかな、あー、いろいろあるもん、なるほどね、うん、はぁ、あ、そっか、これもああいうな、抹茶とか、うん、美味しそう、あんなんしとけば肝臓も大丈夫やったら、こんなんもあかんのじゃ、こんなん飲んでるからあかんねんな、ガンマー GTP が。ガンマで思い出したけど、いや、うん、インド型変異株とか言うたらな、インド型なんとか言うたら、あの、地域の特定したらあかんって言ってな、で、アルファ、ベータな、ガンマとか言うらしいやんか、そんなん言うてるくせにな、インド型変異ウイルスガンマとちゃうとデルタとか言うと、そんなん言うやったら別に意味ないから、だから意味ないことばっかり言うんだよ、あ、おやな、うん、あ、いや差別なるからインド型をやめようって言うて言うてんのに、インド型変異株ベータとか言うと、あ、おやろ、な、そしたらじゃあベータだけ言わなあかんや、そうやったらなあ、アホや、あいつらほんまアホやな、アホばっかしや、アホばっかしや、やってほんま、じゃあもう会いたんかなって